いきなりですが、函館空港に到着しました。空港内の箱屋さんのマグロ三色丼が今回の目標です。赤身と叩き、中トロ、うまいに決まっているやつです。今回は強行スケジュールで、昨晩会社が終わってから函館に向かい、23時までにラッキーピエロハンバーガー注文だ。ミッションをこなそうとしましたが、時間的に無理でした。車中泊して朝空港に来た流れです。空港なのでお決まりの離陸風景、大きい鉄の塊が空に浮くのは圧巻ですね。キャンプ場に向かう途中で甘味処の北斗市のアンジェリックボヤージュに行きたかったのですが、定休日でした。残念。途中の駒ヶ岳風景、今年2回目の大沼キャンプ場で設営中。今回台風が接近中で北海道に来るまでに熱帯低気圧になると見越してきています。どうなるかな、ちょっと心配。いつものチャップリン館で温泉に良いお湯をもらい、夜食用のハンバーガーをゲット。今回は朝日の生ジョッキ缶をチョイス。美味しそうな開け方を披露。最高の一杯です。今回の一品目は人気ナンバーワンのチャイニーズチキンバーガー。2品目は肉汁あふれるエッグバーガーです。感無量。その後夜中に熱帯低気圧の暴風に襲われ、慌てて車に撤収。装備何かなくなる覚悟でしたが無事でした。朝早くに帰り、中山峠の揚げ芋で今回はフィニッシュ。